どうもこんばんちは、キシトです。アーク続きの方やっていきたいと思います。はい、というわけでね、ちょっとね、ここにサーベルタイガーのね、オスかいてね、このちょっと階段からちょっと登ってきて迷い込んできたんだよね、ここに。なんでちょっとボーラで捕まえて眠らせました。危なかったね、正直。普通に死ぬところだったよ、仲間たちが。でね、なんかそのちょこちょこバグみたいのがねちょっと起きてて、そのなんだろう、捕まえた恐竜がねマップのなんか見えないところに埋まって死ぬみたいな現象がちょっと起きてるんですよ。はい、その地中に埋まってそのままなんか落下してて見えないところで死ぬみたいなね、そのよくわからない現象が起きてて、それで俺もね、ほんとさっき気づいたんだけど、羊のヤモがいなかったのね。で、あれどこ行ったんだろうつって調べたら、地中の奥深くに沈んで亡くなったっていう現象が起きたので、それまあ俺が個人的にやってても、まあジェネシスじゃないんだけど、他のマップがあるんだけど、起きたことはあるんですよ。で、沼地に戻ったら、捕まえてたグレイブスピノも同じ現象が起きてて、消えてなくなったのね。まあスピノはその新しくなんか近くにいたから改めて捕まえ直したんだけど、ちょっとそういう現象が起きてるからちょっと怖いんだよね。はい、ちょっとそれが起きるとちょっとどうしようもないんで、まあちょっとね、バグに関しては困りものですね、これね。はい、じゃあ名前つけようか。お前の名前はディアブルだ、よろしくな。いやでもなんか真っ白くてかっこいいよね。一応パズルは用意した。でもホワイトタイガーじゃなくてサーベルタイガーってあんま使わないんだよね、正直。パンチこんぐらいかな。噛みつきパンチ。まあ、ティラコレオっていうちょっと上位互換がいるからね、サーベル大会に関しては。なんでもしかしたらちょっとあんまりこの放浪されておくと危ないかもしれない。なんでちょっと放浪させると消える可能性あるから、地中に埋まって慎重に行きましょう。放浪させるのはちょっとやめておいた方が良さそうな気がする。今こっちの階段一個壊すか。危ねえもんなこれな。一個壊しておきます。まあサーベルタイガーも仲間にしたんで、テリジノがいるのか、シャイでも仲間にするか。まあテレジノ2体いんのか。あのさ135だ、いいね。あれ捕まえようか。でちょっとテレジノ、あれなんとかしなきゃダメだな。クシ行くか。マラの周りにいるからな。なんで2体もいるんだ。2体もいるな。
勝てると思っているのかクシーニ。2対1だろうが負けはせんぞ。クシーの力は舐めてもらったら困るな。まあサイに関してはこっからいけるとは思うけど、こっから行くか。修復したけど麻酔矢でいいかな。麻酔矢打つか。あんだけやるだったら多分麻酔矢で十分だろ。オッケーいいね。逃がすわけにはいかない。眠ったか。オッケーオッケー。サイとかベリーだったかな。よし、もうちょっとだね。あと1回ぐらいかな。あと1、2回ぐらいで大丈夫だと思う。しかしバグでちょっと恐竜失うのが一番辛いんだよね。マジでやめてほしいわ。まあ、この際を捕まえればもう結構このマップにあらかたいるやつは捕まえたんじゃないかな。アルゲンとか捕まえてもね、飛べないとあんまり意味ないんだよね、正直ね。ドードーとかもな。いるけど、まあキブルに使うのに役立つぐらいかなっていう感じだけど。あと1回だね。よしよし。まあじゃあ次回は新しいマップに行けるかな。まああとダイヤウルフがいるから、ダイヤウルフ捕まえるか、今回。再捕まえ終わったら。で、次回新マップに行く感じでいいかなって思ってるけど。まあ、コンスイード下がってっけど、間に合うだろう。オッケー。よし!ケブカサイ仲間になったぞ。名前つけようか。じゃあ、君の名前は、ダイガンだ。サドラー持ってきたぞ。いいね。罠とかの最終能力に
優れてて、加速してる間は大体のやつ一撃で倒せんじゃないかな。ぶつからない限りは。ほら1916とかだったからね、信じられないダメージでしょ。この野郎めちゃくちゃやばい。だ、加速して突進さえすればスタミナがね、やっぱ強化してやれば、あの大抵のやつは一撃で死ぬからね。さえ突進されたら勢いよく。ただ障害物とかにぶつかっちゃうと意味なくなっちゃうから、まあ走って突っ込んでボーンってすれば大体は一撃で粉砕できるっていう超強力な力を持っております。こうやってねぶつかっちゃうと勢いがなくなっちゃうんでダメなんだけど、ぶつからずにまあいければ、テリジノだろうがドーンといけたり。さすがに一撃してなかったな、やるな。まあでも瀕死までもう追い込めからね、145か、じゃあ強かったね。まあだからもう楽に倒せるの出せるかな。強いね。まあサイに関してはもう攻撃力をスタミナを上げるの2択だよね。こんな感じで乗ってまーす。はい、というわけでね、ダイヤウルフ捕まえに行こうと思うんだけど、ダイヤウルフね、うちの庭になんといた。から、これ捕まえましょうかね。群れでいたんで、もう一斉に、あの中にちょっと、連れ込んでやろうと。来た来た来た。オッケー、眠ったー。あとはもう生肉突っ込めやー。仲間のお肉もないただかせてもらおう。お肉入れときは大丈夫だろう。よし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 、匹ぐらいは捕まえたいなとは思うんだけど。おう、仲間になったね。じゃあもう名前つけましょうか。もうウルフルン、これ一択でしょ。さすがに抜けらんないか。まあ抜けられたら抜けるわな、それはな。じゃあ、解体しようか。一個だけ解体すりゃ出れるだろう。だよな。オッケー。こっちだ。少し。ダイヤウルフ。じゃあお家帰ろうか。もうこれだ。よし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 。くし、門の前で止まられてもなっていう。攻撃力上げよう。ウルフル、いい顔してるね、かっこいい。まあ通常はこの紙すきかな。仲間がいればいいんだけどね、あとは。オッケー。
はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦これでね終わりにしたいと思います。次回ね、また新しいマップに行こうか。まあ次どこ行くかだな。次はもうハードだからな。オーシャンか、宇宙か、宇宙か火山だね。ボルカニック、まあどこかに、行きたいと思いますのでね、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。